ギタリストってとにかくこうガーって歪ませて、はい、もうそれがかっこいいみたいなとこから入る人って多いと思うんですけど。そうですね。ここは宇宙の中の、地球の中の、日本の中の、東京の中のカフェオレーベル。今日も愉快な仲間たちが楽しい音楽を作っています。覗いてみましょう。隙間産業の曲をじゃあ1曲聴いていただきましょうか、ね、今日はニューアルバム、はい、キツツキから。はい、キツツキから、曲名は先陣を切る。 僕らね、あのリハーサルでさ、はい、あのよくここ来るからさ、隙間産業さん新しいアルバムできたよって、はい、ね、あの聞かせてもらえたりはするんですけれども、うん、驚いたよね、やっぱり、うん、パワーアップしてるなって。そうだね、なんか、あったよね、正直、本当になんていうかな、すごい勢いを感じるというか、うんうん、かっこいいですね、うん、単純にね。曲も本当に全部良かったです。なんだろうな、その、まあ、もちろんグルーヴもすごいんですけれども、なんか構成っていうか、うん、なんだろうな、このハーモニーっていうかな、うん、なんかそれが1枚目よりもさらに残ってるとこがより増えてるのかな、感じがして、だから僕なんか聞いててすごく面白かったし、うんうん、今のね、先陣を切るなんかも、うん、音作りなんかもやっぱり面白いなと思ってて、ああいうギターの音、うんで、うんうん、やっぱり今どうなんだろう、聞けるのかな、うん、まあ言い方正しいか分かんないけど、まあ、あえてチープにしてるんですよね、うんうんうん、ゴーッという最初のね、うん、あの歪みですね、うん、そのギターの音についてね、なんかユージ君が面白いこと言ってたんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、ここはもう俺はこれでいくみたいな感じで、最初はね、最初デモをデモ段階では、ベースの元谷くんが、うん、作ってきたのはそんなんじゃなかったらしい。あー、なるほどね。でもここは譲らねえぞみたいな感じで、うん、あの音にしたらしいんですよね。確かに、僕なんかでも、最初普通の人は聞いて、うん、って思う音ではありますよね。この音でいくのみたいなのって多分あると思うんですよ、だけど何ですか、聞いてたらもうこの音じゃないといけないって多分ユージさん思ってるんですよね、うん、そこがこう良かったですね、うんうん、ここで7曲目ですよ、これがね、うん、でここでこの音が出てきて、なんかドキッとする流れありますよね、うん、まあ、6曲目ですかね、6曲目、はい、6曲目、はい、どのパートもそうだけどさ、うん、その最初に出てきたパッという降りてきたさ、その音の、ね、イメージとかってさ、うん、やっぱあるからね、うん、確かに最初、もう原さんもいつも言ってますけどね、このファーストテイク、そうで今の音の良さっていうのは、うん、確かに、うん、あの、うん、ギタリストだから僕はすごくよく分かる、うん、すごくいいなと僕思いましたもん、ちょっともうこの音なんだっていう、この音でもう持ってかれるよね、うん、最初にね、そう、うんうん、これは非常にかっこいい曲になってますね、うん、はい、こういうさ、ギターを歪ましてちょっとこう潰れた音というか、こういうの音ってかっこいいよね、そう、そうですね、さてさて、白石翔吾氏は、はい、こういうめちゃくちゃ歪んだギターというのはあまり弾いてる印象がないんですけど、はいはいはい、そこは普通、うん、
あのギタリストってとにかくこうガーって歪ませて、はい、もうそれがかっこいいみたいなとこから結構入る人って多いと思うんですけど、はいはい、そうですね、あんまり通ってないんですか？僕の通ってるんですけれども、僕の中でのやっぱ飛び道具みたいなのがいくつかあって、さっきのスライドギターもそうなんですよ。スライドギターとかあと、なんかオープンチューニングとかいろいろあるんですけれども、なんか思いっきし歪ませた音っていうのは僕の中では飛び道具の一つにちょっとなっちゃってるのかもしれないです。だから本当になんか妄想で60年代生きてるような人みたいな感じで、多分ジミ・ヘンドリックスみたいな歪みって当時の人からしたらすげえ新しかったじゃないですか。そうですよね、パズですけども、多分そんな感じのリアルにそう思ってるんですよ、僕の中で。 あれだけバリバリ言ってるのに、なるほど、飛び道具とか、じゃあのメタル的な、はい、もうずっとチュッ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 とこう歪んでるみたいな、もうそういう時代は生きてないんですね。そうですね。なるほど。60年代。本当に古いのばっかり聞いてたんで、なんか、なんかそんな感覚になっちゃってますね。すごい珍しいですね、でも。確かに。はい、そうですね。ギタリストなんか、ねえ、大体歪ませてなんぼみたいな。そうですね。とかありますからね。はい。だから、ゆいさんとかが、エフェクトいろいろ何種類使ってるの見てて、うわすげえなと思いますよ、やっぱり。はい、そうです、足元が足元うわーっていつもライブ見に行くと、隙間産業さんのねギターもベースも足元すごいすごいですね、良彩になってますから ね、スライスさんはシンプルですね、そうなんですね。そう考えるとだからエフェクター1個ですね、表現の方法が、はいはいはい、まあ1個でいくつか、マルチ1個っていう出せるんですけどね、あとはなんか、あとはファーとかボリューム奏法とか、ディレイとかでもあんま長いディレイみたいなのを使わ、なんか、なるほど、使わないですね、なんかね、なんでしょうね、そういう確かにシンプルなでもいいなって思うんですよ、ただあのやってみたいなっていうのは、羨ましいんですよ、だから、はい、あれって持ち運び大変そうだなっていつも思いますね。ああそうですね、重いそうだしな、ギターより重いんじゃないかな、エフェクター。そうなんですよ、そうなんですよ、本当になんか今ではエフェクターのソフトケースとかもね出てますけど、やっぱりあのガチャンガチャっとやるやつはいつまで経ってもあれきついです、台車ないとダメですよね、皆さんね、きついです、きついですね、このスタジオに来るいろんなバンドマンの人たちすごいですよ、本当に皆さん、もう台車をして足元を広げるところから始まりますからね、見せびらきから始まるみたいな、なるほどですね。僕もあの先生とかも教わってましたけど、若い50代の前とか、あのそういうのもあるのかもしれない、ボリュームペダルとかも使わずに、その歪み具合とかももう手元のボリュームで調整しろとか、あとはもう弾き方で調整しろとか、なんか多分そういうのが今でもあるのかも分かんないですね、なんかだから、だから今そっから何年も経ってもなんていうんですか、そういうものに頼れないところはもしかしたらあるかもしれないですね。そう、僕もね、あの基本は安直なんですよ。そうね、木村さんもそうですね。僕直です。木村さんもそうじゃん、はい。だからもう一番早いですよ、セッティング終わるの。あーすごいですね。木村さんもだから歪みは飛び道具だもんね、本当に、ね。飛び道具だね、完全にね、飛び道具だよね。たまにバリバリ言うけどさ、あなんか使ってんなって俺も。あ今日はこれ持ってきてるんだみたいなさ。アンプのドライブっていうか原因で、アンプの歪みだから別に足元でやってるわけじゃないですよ。ああ、うん、そうなんだ。あとやっぱ僕もあの白石さんと一緒で、もう手元であのタッチで音色を変えるっていう風にずっとやってきて教わってきたんで、いいですね、だからそのダイナミクスとかも、まあ、ボリュームペダルとか全然使わずに、指一つで指先でやっちゃうっていう感じなんで、そう、あの強く弾いた時にバッとドライブがかかって、そうです、優しく弾くと超クリーンでみたいな、バランスが気持ちいいですよ、ね、そうですね、なんかこう自分の手元の感覚がこうすごいデフォルメされていって、はいはい、
来る感じがね。で昔の歪みたいなエフェクターとかって、うん、あのファズとかも実際使ってみると、うん、フルテンの10の時とボリューム8の時とは全然違う。もう8ぐらいになったらクリーンになっちゃうのね。うんうんうん、だから地面のライブとか見ると、うん、もう踏みっぱで、うん、踏みっぱ、あの人なんだかんだ、うん、ワウも踏みっぱですからね。あスイッチオンにしてんの、うん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 、で踏み込んだままでやってるからあんなトレブリーなんですよ ね、うん、見てたらそうなんだ、うん、フィルターかけてる状態じゃなくもう常に踏み込んで、うん、スイッチ入れて、うん、要はうんえの時のうんえのままでずっと言ってるから、ね、あんな、うん、抜けるっていうか、うん、耳につく、うん、それでもあんだけの太い音出るんですね。そうですね、うん、普通ね踏みっぱだったらもうピーしか言わないぐらいビシャーって言ってるぐらいな感じですけど、はいはいはい、あの太さは何ですかね。あの太さはもうピッキングじゃないですか。ピッキングとかってでその代わりオフにしてる時もありますし、うんまあ、ほぼ F クラム切ってクリーンにしてる時もありますし、うん、だからいっぱいなんかいろんな見てて、うんうん、なんかそんなんばっかり見てましたね、うん、昔は、うん、なんかなるほど、うん、そうじゃあその、まあ、対照的ですね隙間産業と。そうです、ね、本当にそう、ね、本当にそうです、うん、さあこの配信はカメオレーベルの提供でお送りしました。では明日も見てください。はい明日も見てください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。